コント、友達が結婚するのに文句しか言わない人。おんおん、おめでとうおめでとうおめでとう、おんおんおん、あ、招待状、うん、わかったわかった、行く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 、あ、行く行く、あ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 、行く行く行く、あ、行く行く、おめでとうおめでとう、あ、あ、行く行く、あ、行く行く行く、はい、おめでとう、はい、じゃあね、はーい。AV 女優か、俺は。何回言うんだよ、行く行く。何回行く行く言うんだよ、俺。AV 女優かって話なんだよ。っていうか、全然めでたくないわ、結婚なんて。結局あれでしょ、結婚式来てほしいっていうのもさ、結局祝儀欲しいだけでしょ。だったら初めからさ、電話でさ、3万くれよって言う方がいいんだよ。3万あげれるよ。あれ、祝儀もややこしいんだよ、3万とか言ってさ。あれさ、祝儀3万とは言うけどさ、祝儀袋買うんだから3万200円だからね、結局あれ。厳密に言うと。あれ、3万200円あげてんだよ、あれ。しかもルールもややこしいしさ、なんか筆で書かなきゃいけないとか、なんかお札の向きはこうじゃなきゃいけないとか、お札はピン札じゃなきゃダメとかさ、だから名前もこう書かなきゃいけないとか、ルールがややこしいんだよ。野球か、あれは。祝儀袋は野球か、あれ。だから野球といえばさ、あのね、野球がさ、日本に入ってきた時に、一番最初にハマった人物として、なんか正岡子規がいるらしいんだよ。で、正岡子規さ、最終的にはさ、血吐くまで野球やったらしいんだよ。どんだけ楽しんでた野球を。血を吐くまでやるスポーツじゃないだろ、あれ別に。てか、正岡子規の洗剤なんで横向きなんだよ、あれ洗剤とか知らないけどさ。どうやって取ったの、あれ。正岡さん、じゃあ今日写真撮影なんで行きますよ。正岡さん、カメラマンの安原と言います。正岡さん、じゃあ行きます。撮りますね。正岡さん行きますよ。あ、正岡さんごめんなさい。ちょっと洗剤なんで、正面の方がいいかなと思うんですけどね。どうなんでしょうか。まあでも俺右打ちだからね、野球やってないんで、野球やってないんですよ。今野球じゃないんでね、右打ちと関係ないんですよ。僕がピッチャーだったらその向きでいいんですけども、できれば正面のがいいかなと思うんですけどね。まあそう、まあでもその言葉を君が僕に投げてるって意味ではピッチャーなんで、あ、もういいですいいですいいですもういいです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 、分かりました。そのままでそのままでいいそのままでそのままでいいです。僕は動くんでね、僕は動くんで大丈夫です。はいはいはい、正岡さんいきますよ。正岡さん、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 はい。どうしても横が良かったんですか。どうしても横がいいんですねってやったのか、これはってやったのか、あれは。じゃなきゃおかしいんだ、あの向きで。いや、違う違う違う、正岡式の話じゃない、結婚式の話だから。うまっ、うまっ、今の流れ、うまっ。正岡式じゃなくて結婚式、うまっ。うまいといえばさ、結婚式の飯はまずいんだよ。あれまずいんだよ、まずいのに3万とか払うんだよ。で、なんかそのお詫びみたいな感じでさ、なんか引き出物あげますみたいなルールあるけどさ、引き出物もさ、なんかたまにこうなんかカタログみたいなのもらって、こんな中からお好きなのどうぞみたいなのあるけどさ、最初のページから最後まで全部見るけどさ、欲しいもん一個もねえよ、あれ。あんな欲しいもん一個もねえカタログ見たことねえよ。どうやって作んだよ、あのカタログ。むずいだろ、あんな欲しいもん一個もねえやつ作る方が。まあ、君なんだかんだ言ってな、悔しいだけなんだよな、先に結婚されて。はあ、あ、もしもし、俺だけどさ、俺たちさ、まあ、付き合ってもう3年じゃんか、結婚しようか、あ、無理、あ、無理か、そうか、無理ね、あ、分かった分かった、あ、もうちょい付き合ってからね、分かりました、はーい、くそー。ありがとうございました。